長田大聖堂ピョンン市内の市長、忠広聖堂は、朝鮮民主主義人民共和国ピョンン市船橋区域、長田堂に位置するローマカトリック教会の大聖堂である。なお四つの教会はすべてピョンンに存在している。南北分断前のピョンンは、キリスト教信者の数が最も多い朝鮮の都市であり、朝鮮のエルサレムと呼ばれていた。1945年までには、 市民のほぼ6人に1人はキリスト教徒だった。そのため、北部朝鮮においては平安だけで一つの教区として編成されていた。南北分断後、近日成の共産主義政府は、キリスト教徒を帝国主義の協力者やスパイだとして迫害し、さらに有名なキリスト教徒で独立運動家だった、双番職は近日成よりも影響力のある人物であったために、 逮捕されて射殺された。カトリックの集団の多くは殺されるか投獄されるかし、また多くは南に逃げた。1949年、平壌の最後の正式な司教であったフランシスコ・ヒロシ・リュウ・ヒロシは共産主義政府によって投獄され、後に行方不明となった。19世紀後半に建造された赤レンガ作りの元の大聖堂は朝鮮戦争で、 アメリカ軍により破壊された。1988年に新たな大聖堂である長田大聖堂が平壌の東側に開かれた。同時に二つの特定教派に属さないプロテスタント教会が信教の自由があると示すための政府の試みとして開設された。政権はローマ教皇と緊張状態にあるため大聖堂には 現在、司教は愚か除解された司祭すらいない。ありがとうございます。